ウォチュセット3、軍内最高地点ウースター軍は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部に位置する、軍である。2010年国勢調査での人口は79万8552人で、あり、2000年の75万963人から6.3%増加した。ウースター軍の軍政府と、軍庁所在地は1998年に廃止された。 それまでの軍庁所在地は、ウースター市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウースター軍は、ウースター大都市圏に属している。この大都市圏は、ボストン大都市圏の延長だと考えられることもある。ウースター軍は、植民地時代のハンプシャー軍東部、ミドルセックス軍西部及び、サフォーク軍再西部を合わせて設立された。 1731年4月2日に軍政府が作られた時、ウースターの町がシャイアタウンに選定された。この日から軍政府が解体されるまで常に軍庁所在地であり続けた。州内では軍の面積が最大なので設立から140年以上の間に15回、軍を2つに分ける試みが行われたが、どれも成功しなかった。 軍北部では、ランカスターが、軍庁所在地として提案され、その後、ピーターズハムが一度提案され、フィッチバーグは何度も提案された。最近の提案は1903年だった。1884年8月、おそらくは情報のために、土地所有検討基礎が2つに分けられ、ウースターと北のフィッチバーグに置かれた。1998年7月1日、 州法の変更により、地方の選択に従って、軍政府の機能が、州の機関に肩代わりされ、ウースター軍は、軍政府と、軍政委員会を持たなくなった。以前の仕組みの名残である選挙で選ばれる、軍保安官、軍検察官、裁判所役人は、州の公衆安全部、ウェストボイルストンにある、ウースター軍監獄と呼ばれる州の強制システム、ウースター、 フィッチバーグなど州が管理するウースター軍地区裁判所の管理下に入った。築検事の事務所は事実上五全体を管轄する位置づけにあるが、隣接軍の町を一つだけ含んでいる。マサチューセッツ州では保安官の役割が多州よりも限られており、強制所、裁判所の任務と定理、監獄からの釈放の計画を責任範囲としている。 マサチューセッツ州の保安官は6年人気で選出されている。州法では地域の協定、伝統的な軍、及びその他の生態を認めている。伝統的な軍政府の形態は州南東部で続いている。すなわち、ノーフォーク軍、ブリストル軍、デュークス軍、ナンタケット軍、ブリマス軍の5軍である。ケープコットのあるバーンスタブル軍は、 近代的地域政府として機能している。マサチューセッツ州法では、この軍政府、政府廃止の選択、地域政府協定の認証の間の関係を規定している。州法によって4つの新しい軍協定が設定された。ハンプシャー軍、フランクリン軍、バーンスタブル軍であり、バークシャー軍にも地域企画委員会レベルのものができた。14軍のうちの9軍に何らかの形の 軍事域政府があることになる。ウースター軍の場合も、公衆安全のため、あるいは面積が大きいことによる、準備のために、議会の要請と特別法及び、地元住民投票、あるいは、これら3つの仕組みのどれかで、この選択肢を実行できる。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1579.02平方マイルであり、 このうち陸地1513.06平方マイル、水域は65.95平方マイルで、水域率は4.18%である。面積では、州内最大の群である。ロードアイランド州の水域を含む、総面積よりも大きい。州の中央にあり、州西部と州東部及び、ボストン大都市圏を分けている。州の北側州境と、 南側宗教の両方に接している。マサチューセッツ州の地理重心が、軍内のラトランドにある。ウースター軍は3つの州と境を接しており、このような軍は他に、バークシャー軍があるだけである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。村は、町の中に挙げているが、町とは別の法人化された存在ではない。ありがとうございます。